お疲れ。おはようございます。おはようございます。あ、おはようございます。配信中です。はい、おはようございます。承知。明けましておめでとうございます。え、でも明けましておめでとうございますだね。明け…そうですね。ちょっと…え?いや、考えるの一旦めんどくさいなと思って。えぐい、普通やめた。普通にえぐい。え、フレンドだったっけ。フレンドだ。フレンドではあります。フレンドだ。残念ながら。残念ながらやめて。残念ながらフレンドではあるんですね、これが。こんな時間に人が釣れると思ってなかったわ、普通に。さっき起きたんで。早起きだね。おじいちゃんじゃない?ちょっと。まあ、おじいちゃんは否めない。マジで早い。否めないところではある。ちゃんと、普通に僕は朝散歩とかしてるから。え、G じゃない普通に。シンプル G。 シンプル沖縄ではありますね。散歩行く。広めたいんですよ、早起き散歩。早起き散歩いい感じ。朝の番組みたいな。でも散歩確かにないいなと思うんだけど、体は動かないよ。散歩軸で動けば動くんですよ。何、散歩軸だよ。散歩を主軸とすれば、うん、動かない体も動いてくるっていう。それにつられて。すごい難しいこと言うじゃん。うん、やっぱ理論派でやってるんで僕。そうなんだ。ちょっとしんどいっす。よし。よし。よし。ちなみにあと一人釣れたわ。おは。しかも結構。さっき私の配信で名前が上がってた人、初めて遊ぶかもしれない。関わったことあるけどないけどみたいな。いや、カワセじゃないって。カワセって、だ無理だって。カワセは無理って何ですか。んランク高すぎて無理。ああ、そういうこと。僕はシンプルに嫌いなのかと思った。違う。表での公表してんだと思って。えカワセ NG ですって。配信スタイルあらーと思って。えぐいだろ。そういうことですね、そういうことですね。確かにそういうことか。そんなわけない。えぐい。いや、どうしようかなと思って今だから。え、そんなわけなくない。パンクすぎん配信スタイルと思って。パンクすぎるだろマジで。嫌い。えぐい普通に。そんなわけ。あいつはいいやつだから。大丈夫ですか、今ボケツ掘っていってません。いや、そんなことないか。そんなことない。はい、ね、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。おっすてるさん。おっするくんだ。あ、どうも。おっすてるさん。おっすてるさんっていうか、マットマギーさん。やめて、ちょっともう捨てたんだよ、そいつ。そんなは捨てたんだ。え、捨てたよ。なんで。やっぱ次の大会に向けてね。はい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 。ちょっと新しい、うん、キャラクターをちょっと練習しないとなった。なるほどね。え、研ぎ澄ましていくんじゃないんですか。やっぱヒューズじゃないですか。やっぱ。いや、方向性変わらんな。じゃあ。じゃあ変わらんか。変わってないんだよ別に。別に変わらん。一応今んとこもヒューズか、うん、まあ、バンテージかでも悩んで。あー、ではいる。なるほどね。待って、私アステルさんフレンドじゃないから。あ、じゃあちょっと今日からお友達。今日からお友達に。いや、でもついさっきじゃないけど1時間、うんうん、2時間くらい前まで私ずっとマットマギー使ってて。はいはいはい。そう、 V 祭では、じゃあアステルさんとちょっと戦うかっつって、マットマギーでとか言って。あー、ごめんなさい、ちょっと終わったわ普通に。夢終了。いや、でも結構オリンパス難しいんですよね、マットマギー。まあ確かにオリンパスは難しそう。でもなんか噂にやるとおいおいエッチらしいけどね。ちょっと今配信中じゃない、大丈夫。でもなんかもうみんな知ってる周知の事実。結構あれあれあれ嘘。結構周知の事実やね。全然エッチではあるよ。え、どういう話。待って待って、エフェクスの話だよね。エフェクス、え、待って。ちょっと待って、前、いや、待たない、全然待たない。いや、待たなくていい。いや、待たない、待てない、もう時は進んでるんだから。え、アンジャッシュしてる。アンジャッシュみたいになってんの。え、そうだよね。待って待って、どこのベクトルとどこのベクトルでずれてるんだろう。僕はエーペックスとしか思ってないよ。うん、いや、私もエーペックスだよ。
じゃあ大丈夫だよね。なんか、じゃあ大丈夫、新しいズレ方してる。ちょっとアンジャッシュより高度なズレ方してる、今。ええどういうこと ?V 最強が、オリンパスじゃなくて、エッジらしいよっていう話をして。エッジなんすか？ちょっと待って。えそうっていう話をしてたら、なんか、一回忘れよう、みんな。はい。FX の話だったけど、記憶、リセット。はい、リセット。オッケー、オッケー、そうしよう、そうしよう。いや、なんか僕がちょっとひなのさんに抱いてる、なんか、ところがちょっと、おかしいのかも。え、どういう。抱いてる子。待って待って。それが一番やばいです、なんか。それが、多分。え、これ何？え、ワイセスレダさんですか？それが多分一番なんか、溝落ちにグーンいってますよ。いや、なんか、ひなのさんの切り抜きで一番印象ある切り抜きが、なんか神戸さんと、なんかおっぱいの話してる切り抜きが一番印象深くて、だそういう人なのかなって。え、終わってんね。え、終わってんね。どうも、アステルです。今日始まっていきましょう。朝4時半、おはようございます。ね、おはようございます。今日も始めていきましょうね。明るく元気に。でもその切り抜きとして上がってるってことは事実ってことですよね。あ、まあまあまあ、そうね、そうね、確かに。じゃあやっぱね。いや、ちょっと待って。いや、今クールっぽくいた。いや、しまったか。規定型のクールっぽく。クールっぽく足、今クールっぽく足いた、今いたよね。えぐい。まさかこんなとこで新ネタと出会うことできるとは。出てたんだ、出してたんだ、クールポコ死んでた。クールポコのマネージャーやってるもんね。専属マネージャー。ちょっとあの、現場、現場に来ねえ。追い打ちはやめるんだ。現場に来ねえとか、ちょっと担いでいってるんかなと思って。死んだ。まあ、目の前。まあ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 、初戦だからね、初戦だから。ソリ。え、うるさいって言った今。言ってた、ソーリーって言った。あ、ソーリーかな。励ましの言葉する、許されない。うるさいって聞こえたのかな。厳しい、この環境。ちょっと寝起きだから耳がまだもやもやして。被害妄想激しすぎる、待って。待って、なんか、アステルさん、そういう感じか。なるほどね。一回聞きたいんだけど、どういう感じ？その。一回言語書きしたいかも。いや。そういう結構ボケタイプかと思って。なんかそのよく言われるんだけど、自分自身ではボケてる自覚ない。あ、無自覚なんだよね。いや、自信持ってやってるから。そうだよね。お笑いのボケとかじゃなくてシンプルボケってことさ。じゃだから、そうだ、ボケてないんだよ。天然少年ってやつだ。その今もう本当にうるさいって聞こえたし。いや、それは違う違う、それは本当に違う、ネガティブな言葉がスッて入ってくるタイプの人間。もしかして、ちょっともう、もうどんなコメントもアンチに見えちゃうから、僕は天然で。そう、ほっぺいさえしかもできる、いるって。ほら、いたー。マジだー、がーもう何やっとんねん。ごめんなさい、他にいる敵が、助けて。怒りもされる。ちょっと武器がなくて、助けてー。え、アステルさんってこんな人だったんだ。すごいわ、これ。うまっ。うまっ。ない？このブラッシュ。ナイス。いや、ソーリーソーリー。オッケー、ナイスライナイスライ。ナイスライナイスライ。ナイス。次行こう、次行こう。切り替え。あー、パワフル。パワフル。フータ。フータ。フータ誰？いやいや、こっちのセリフです、それは。誰？え、ちょっと待って、怖い。え？怖いよ。何？フータいなかった今。本当にほんまに初めましてで失礼言うけど、成田くんが悪いよ。そっか。え、ちょっと待って、え、ごめん、待って。一旦待って、え、初めましてま？はじめましてですよ。はじめましてだよ。はじめまして。全然はじめまして。あ、一回やっぱ通した方がいいですか、はじめましてのくだり。じゃないとあれか。
すいません、すいません、はじめまして、アスル。そうだったよね、はじめまして、ね。そうそうですよね、はじめまして。最初の一言目で、あ、これいけるかな、思って言ってるけど。はじめましては全然はじめましてではある。よろしくお願いします。あ、お願いします、本当に。あ、お願いします。あ、最初からすいませんね、こんな。よろしくお願いします。え、はじめましてで、それいけんだ。びっくりした。いけるのか。いや、僕もびっくりだね。びっくりした、普通に。実体現状、いけた。いけちゃったっていう。すごい馴染んでたよ。過去形になるとは思わなかった、まさかこんなんが。いよきゃ怖い。怖いよ。陽キャなんて言われてますよ、それ。陽キャ、陽キャ、なんかその、まあ、成田くんはそうなのかもしれないけど、僕は全然なんかそう陽とかではない。あー、そうやって下げてくるんだ。陽は下ってこと。あー、グンってね、裾、今だって椅子一気に僕の裾グーン引っ張りましたもんね。オッケー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 、行きましょう行きましょう。そういう感じね、そういう感じね、今日。じゃあ僕はもうだから、ひなのさんやるよ。たまにそのすり寄るのやばいです。え、どういうこと、どういうことなの、ひなのさんよりってない。できるよ。やばい、たまない。送りましょう、じゃあ。もう起こしてる、起こしてる、起こしてる。作りましょう、まぁ。口からとさばなんか多分できるはず、たまっぽいの。オッケー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 。起こしてる、起こしてる。オッケーが意味が分かんないな。オッケーって了解っていう意味だよね、ほんとだと。オッケーオッケーオッケー。英語の勉強もできるんだ、今日。今日も使えるようになってるじゃん。ナイストライ、レッツゴー。リピートアフターミー。あ、僕もう一回命の灯火が消えるかも。いや、消させない、その灯火。あ、消えた、オッケー。オッケー、ナイス。一旦、起こしに行く。ありがとう。いや。キュンです、今の。キュンなんだよ。当たり前だよね、キュンなんだ。もう一回聞くんだけど、初対面なんだよね。初対面。初対面。全然初めまして。寝起き元気すぎない、普通に。二人とも。いやでもさ、やっぱ配信してるって言われたら、あ、まあそうだよね、確かに。テンション低い人が行くのは よくないじゃないですか。あ、確かに確かに、そう、まあ、仕上げてからやっぱちゃんと来たよね。まあだからそのひなのさんから裏で言われたもん、ディスコードでやれんのって来たから、ね、え、ちょっと待って待って、一言も言ってません、やめてください。すぐ来るらしいけど、やれんのっつって、すぐ切り抜かれるんだから、そういうの。僕で良ければ行くんですけど、僕で良ければ行くんですけどって、やれんの。違う、おかしいな、おかしいな、そんなこと一言も言ってません。変更報道ですよ、試されてんだよね、今日僕らは。いや、やめてください、そうやって。はぁ、あ、終わった。私の VTuber 人生終わったわ。今から始めよう。今から始めようよ。終わってんだろ、マジで。試されてる側が背中押すことあるんや。そんなことあるんや。終わんない、終わんない。始まったばっかじゃん。やっぱ、押して押されてね。うん、やっていくのが我々だから。え、無敵の人なの？アステルさんは。比較的言われがちではある。言われがち、了解。でもメンタルは弱いよ。ちょっと待って、一旦回復メンタル弱いんだよね。一旦回復してもらっていいのよ、トロスは。アステルレダーこれで回復してもらっていい、一回。うわうわ、至れり尽くされが。これがひなのさんのドローンですか。なになに、そんな面白いこと言ったかな、今。キモいよ、待って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 、一回待って一回待って一回待って、それ以上の言葉一回待って。ごめん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 。メンタル弱いって言ったよね。そうだよね。そうだから、メンタル弱いって聞いたから、ね、そう思ったら黙るようにした。言葉にしたらやっぱら、やっぱちょっと刃となってしまうから。確かに確かに。てかここにホーマーあるって。ごめん、そのなんか誰かが来たやつ着れないんだよ。誰も着てません、これ。新品です、これは。誰も着てない。新品です、これは。え、本当かな。分かった、じゃあこれあと27だけど、これ捨てる。いや違う、それはこれ着てくれ。え、もう分かんないって。分からん、難しいんだけど。こっちのセリフだよ、難しいのは。本当、いや本当、本当だよ。どう考えても。やばい、スナイパーに狙われてる、頭を。またまた、そんな、そういう癖でしょ。話聞けよ。え、俺の話聞けよ。生き方。そんな疲れる？いや疲れるよ、余裕で。え、僕らが疲れさせてるってこと？うん、そんなことないよ。そっか、やばい。あ、ここはもう出番ですよ、我々の。やってくれてんの、おい、ひなのや様を。お前何手出してる、おい。ひなの様を。ひなのや様、誰？
どこから撃たれてました？え、もう自演、ま、今のひなのさん自演か、自演した今誰、どこもいないもんだって、自演、確かにどこいたんだろうね、どこもいない。ちょっとトイレ行ってきてもいい？行ってくるね。返答の有無をなさず。一応僕2人とも初めましてなんだよね今日。あー危なかった、よかった。何回か喋ったことあってひなのさんと。そうだよね、そうだよね、うん、トリプルスリーわずかった、危ねー、無事回避。でもなんかすごいよかった、二人とも話しやすい人で。初対面っていう、あの効力だいぶ低いですけどね今日。オッケーオッケー、無言で帰ってきて、無言でレディオッケー。おかえり。待ってた。